ごいみんなめっちゃコメントくれる、ありがとうございます。先ほどラビグルメインスタでラビグルメ始めてみました。ありがとうございます。それは始めてください。昨日楽しかった、いや嬉しい。私も昨日すごい楽しかったです。おかげで苦手な統計の課題が終わりました。もう今パルちゃん仕事サボって見てますいや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 、まあちょっと気休めに来てくださいお、夢の配信久々に来たね。久々は嫌ですいやこれからもぜひ初めましての方も多かったので結構覚えたのでぜひ来てください、これからもそう今日はね、なんでショールームしようかなって思ったんですけど、なんか明日さオンラインでの公演じゃないですか。オンラインでの公演だったらファンの皆さんの顔が見えないから、なんか正直不安だし、なんかね、ウィンクとしては初めてのあの公演、オンラインの公演やから、なんか今までさ正直自分たちで MC 内容とかも決めててんけど、正直何が聞きたいですかトークと思って、今日一日中考えててんけどさ MC の内容、なんかは別に興味がないこと話してても、見て画面で見てる際なんかそうずっと喋ってる本人しか切り取られへんし、なんか何喋ってほしいんやろうってめっちゃ思ってるんです。そう MC ねって思うなと思って、そうなんかね結構 MC の時間は長いけど、前の16人の公演の時みたいにいっぱいあるわけじゃないから、なんかすごい MC の時間を楽しんでいただけたらいいなって思うねんけど、なんかファンの皆さんのさ反応がわからんから、そのさ喋ってて楽しんでもらえてるか楽しんでもらえてないかわからんから、そうかな。あ、お話し会の休憩中、お話し会の休憩中何喋ってたっけな、スーパーダイエットの話してたな、なんかうん確かに、またいでるメンバーもいいしな、確かにな、うんうんうん、そう、それをね正直何喋ってほしいんやろ。でも自分の中でも MC 内容何個か決めたんやけど、それがいいか悪いかもわからんし、面白くなるわからんから、なんか皆さんが聞きたいこととか喋ってほしいこととかなんかないんかなと思って、そうそう、なんかまあ一つは緊急事態宣言中やから自粛期間中の一日の過ごし方何してますかみたいなこと聞こうと思ってんけど、多分みんな基本多分携帯かゲームしかしてないからなんか想像つくじゃないですか。それとは別に期間でもさいいしと思って、そうおうち時間の過ごし方気になるけど、なんとなく想像つくねんなみんな何してるやろ。と思って、なんか裏話とかもあるけど、私たち基本表に出しまくっちゃってるからそうなんだよね、レパートリーがね少ないかなっていうのと、あ、お話し会の内容か、確かにお話し会の内容ね、一番
ダンスの振り揃えるので苦戦した曲。何やろう結構ないかも全部苦戦してる確かにお話し会の話ね。あーユニット組むなら何曲みたい。いいですねそれ、めっちゃいいと思う。ちょっとメモっとこう。ソロ話めっちゃいい。最近ユニットないもんね。なんかね、私が考えたのはなんか一緒に、最近さ自粛やからさ一人でいることも私も多いんですよ。一人でいたらね、なんかでもいろいろ考えちゃってね、やむんですよやまへんけど、あんまりなんかもうなんか楽しくないんですよ。だから昨日ウィンクに会った瞬間さ、ファンの皆さんに会った瞬間めちゃめちゃテンション上がっちゃったんですけど、だからその意味で一緒にシェアハウスしたい人とかを聞きたいなと思ってんけど、なんか人から偏るかなっていうのもあってそうそうそう、だから、まあ、誰とシェアハウスしたいかとか、なんかあと私たちのマネージャーさんって、マネージャーさんともめちゃめちゃ仲いいんですよウィンク。だからマネージャーにしたいメンバーはとか聞きたいなって私は思ったんですけど。あ、一緒に住んでたら何をするとか、確かに。なんか誰が役割分担するとかありですね。そう、なんかね、公演の多いことは何やろ、意外とその日のトレンドとか、その日何の日かとかで調べて、なんかあの今日は何の日なんですけど、この日の言葉にちなんで何かを喋っていきたいと思いますみたいなことが多いんですけど、あんまりそれで話を膨らませたっていうか、うまく回しをできたことがあんまなくて、それだったら自分が聞きたいこととか、ファンの人が、ファンの皆さんが聞きたいことをメンバーに伝えた方が私としては話がしやすいというか。そうだから、まあ確かにウィンクの家族構成も私も作りたいと思ってるそれは確かに。そう、まあ、直子さんの誕生日も近いしね。確かに。メモってます今こんばんは受験さん。あ、家族関係になる。確かに、まあ、チュチュさんはなんか私はお父さんやからとか言って決定してはったけどジンローの話、昨日めっちゃお話し会でいじられた皆さんにポンコツだったねあ、自分がプロデュースしたらこうなんか、確かにな。これも聞いてみた。公演メンバー、公演をしてるメンバーが多いか。でもその分みんな冠ライブとかしてるイメージ多いですけどね、ここのメンバー。ナオさんとかレイクちゃんとかやってるし、チジさんとかもやってるし。って思う。あ、でもすごい、私が気づかなかった MC の内容が今出てるで。ユニットを組むならなほたの誕生日前日やから、まあ、しておいた方がいいこととかかな。あとウィンクで行きたいところ、シェアハウスをしたらどうするとか、役割分担、家族構成寸劇めっちゃメロンパン落ちてきた。すごーい、メロンパンすごい。
ありがとうございます。大好きでメロンパン。チュチュさんの初選抜について、もう初日でそれはもう私たち語り尽くしましたから裏で初めまして、ありがとう皆さん。初めましての方はぜひオンラインお話し会、まだ今募集していませんが、ぜひお話ししに来てください。どんな顔か見せに来てください。明日無観客か、大丈夫かな。はい、ぜひ。メンバーに物申したいことは多分ないですねあるかな、みんなお互いね、もうね、嫌な時は嫌って言える関係だと思います。うん。お、インドネシアからこんにちは。インドネシアからでもオンラインお話し会参加できるので、ぜひ来てみてください。そうそうそう。昨日はどうもどうも。あ、パル。ドア開けるわもう。パルちゃん、あんた。小悪魔コーデ気になってます。ぜひぜひ。赤の小悪魔にするか黒の小悪魔にするか今考え中です。遊びに来たよ、ありがとう。一日入れ替わるなら、なるほどね、ありよ。ありね。黒、黒なんや。じゃあ黒にしよっか黒ね、わかった。今日実はネイル変えました。めっちゃシンプルになりました。見えるかな。ちょっと一周回ってシンプルがいいなっていうことに気づき始めて、シンプルにしました。あ、めっちゃお話し会の追加しようか迷ってる。昨日会えなかったから、喋れなかったから、しよう。右も変えたよ。ちゃんとね。もうね、家にいてね、ずっとパソコンと向かってたらね、パソコン見ながらこうやってやっちゃうのだからね、ちょっとしっかり綺麗にしてシンプルになった。この前のネイルが一番好き。青ね、でもね、青のね難点はご飯が美味しそうに見えない。だから多分もうやらない。インスタをやってる以上もう青はやらないって決めました。ごめんなさい。やっぱご飯が美味しそうにね見えるネイルにしようって最近もうどこに基準を当ててるか分からんぐらい優先順位がそうなりました。初期のお話し会お家から、確かに初期のお話し会お家からやったな。懐かしい。あの時なんかさ、でもやっぱお家より行った方が私は好きです。なんか家でいると変な感じになる。家からファンの皆さんと会ってる、喋ってる、んみたいなのあるなる。みんなで今一番行きたい場所、めっちゃあるな。結構喋りますよ。ウィンク結構みんなラビ活したいって昨日も言ってくれてラビ活したいって言ってくれてますね。でも今この時期やから今なかなか行かれへんっていうのもあって行けてない確かに今も家から配信してるけど、やっぱりお話し会は何が違うかって顔が見えるからさ、その方がどんな方なのか想像もできるし、なんかなんやろ、覚えやすい。やっぱ文字より顔とか見た方が、顔とか喋り方とか見えた方が文字だけではやっぱり伝わりにくいところがあるので、私だからね、LINE とかすごく苦手で、明日会う人だったら LINE 未読のまま会って言っちゃったりするんですよだから文字より顔が見て、顔の表現を、表現というか表情を見て喋りたい。
私ウィンクで冠するなら、ああウィンクで冠するならいいね。その話題めちゃめちゃいいと思います。やっぱこのペン書きやすいな。タリーズの浅井に代わるウィンクのおすすめドリンクないです。ウィンクはもうタリーズ様の浅井ジュースにめちゃめちゃお世話になってるので、てか本当にご飯以外みんな最初あれしか食べてない、飲んでないと思う。なんかうん。明日からテスト、あーそっか、期末中間か、中間ですかね。確かにね、早く直接顔は見たいですね。どん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 さ、今回のさ緊急事態宣言でまたなんかもチーンって私はなってます。なんかこの前より辛い。なんか多分この前はもうしょうがないっちゃしょうがなかったけど、今回もしょうがないけど、なんかちょっとずつ改善されてきてた部分もあったから、なんかまたかって、無観客ほど辛いものはないです。楽しいけどやってて、なんか見たいなって思います。お客さんの反応を、表情を。昨日のお話から楽しすぎて4位立ってる、ありがとう。ウィンクレーン楽しかったですか？そう、ライブ中止だと余計にね、なんかもう楽しみがチーンみたいな。なのにさ、大学とかはさ、もうさ去年のさ、あのなんだろう、経験を生かしてさ、オンデマンドとかオンラインでさできることをフルに活用してくるからさ、もうさめちゃめちゃちゃんとしてるのよ。そらそうなんだけど、だからしつかなんか、うん、ね、でもなんか私はミルさんの卒業コンサート伸びたのはすごい、なんだろう、まだ一緒にいれる時間があるって思えたから、ちょっとまあ寂しかったし、やりたいなとも思ってたし、なんだ、どんなストーリーになるのかもすっごい楽しみだったし、ドレス姿も早く見たかったけど、ミルさんと一緒にまだまだ言えるんだって思ったらちょっとほっとしたというか、昨日もお話し会で会って、なんかちょっと会うとねえとか言ってかまってきてくれたり、寒いとか言ってきてくれるとか、すごい私はこうやって近くにいれる時間がやっぱり、あーミルさんともっと一緒にいたいなって思ったから、ちょっと伸びてほっとしてる部分もちょっとあったけど、やっぱりやりたいっていう気持ちは変わらないね。卒業公演コンサート、うん、あ久しぶりに見れた、ありがとう。お話し会もまた喋ろう。そっか、なんかさ、明日の公演が楽しいで寝られへんからおやすみなさい。どういうこと？ヨッシーママ久しぶり、こんばんは。会いたいね、みんな会いたい。ライブで聞いたらさ、ちょっと会えるかなって思ってたから、まあ、公演もそうやねんけど、まあ今は我慢ですよね。今回初めてのオンライン話し会、さ緊張した、ほんまに？全然緊張しなくていいよ。そうそう。あーみるる道場、私も毎日見てます。あれ、私の回もぜひ楽しみにしててください。あの次どこ行くか喋ってるんで。もう次遊びに行く場所決めてるんで。ちょっとこの時期が収まったら、パルなんかあれやな、リハグさんワンワン言ってんな。こんばんは、ダイエットさん、ぜひお話し会来てね。鼻かいい、パルなんかめっちゃ泣いてる。あとでも今日は400字書けばいいだけよ。怒ってる？パル！
すごいメロンパン見てたらなんかすごいメロンパン食べたくなってきちゃった。すごいお話し会参加したいし来てね。パルレーン作ったら完売しそう。つらいよみんな。あ、そうです、ミルさんに差し入れを持って行かせていただいた、そうです、日ですね。こんばんは、こんばんは。本当にお話しゃべりやすくてお話し会取るって昨日決めました。おわー、ぜひいつ取るか考えててください。決めてるのでいろんな私が見れると思います。ウィンクにビギナー、おー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 おおおおおお、自分なんかかっこいい曲したい。昨日喋ってたんですよみんなで、ちょっとアンコールさーっていう話をしてて、今歯でやってるじゃないですか。で歯でやった理由はあんま言ってなかったかな。歯を選んだ理由は、みんなでウッホはもう決勝大会の時点でもうみんなでやりきったっていう曲になっちゃって、自分たちの中で。でまあもちろん「ささささいこう」と「ワロタ」だ、ワロタがアンコールにあるっていうことで、やっぱりアンコール一発目は引き締めたいよねっていうことになって、まあ、多分ファンの皆さんも私たちもそうだけど、ウッホはすごい思い入れのある曲だし、すごい好きだと思うし、みんな見たいって思ってくださる曲だと思うけど、自分たちの中ではもうやりきったっていう曲だから、ウッホはやめよっかってなって、不毛は、不毛もやりきったっていうのと、ナンバトルで不毛の土地を満開にするっていうね、私たち選抜が少ないウィンクでも不毛の土地を満開にできるんだぞっていう、ナンバトルに、ナンバトルで戦っていきたい、ナンバトルでベテランの公演ベテランがいっぱいいても、なんだろう、もっとできるんだぞっていう見せつけるための曲だったから、それもちょっと違うなってなって、まあ、NNB らしい、なんだろう、かっこいい、私たちが正直歯っぽいミュージックビデオがやりたいっていうのもあったから、ザ・ナンバーを表してる歯を選んだんですよね結局。そう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 、結構みんなも周りのメンバーからも、え、ウホじゃないのって結構驚かれたんですけど、まあウホもやりたいし、まあ全然やりたいとは思うけど、あの3曲の中では一番歯が不完全燃焼ではなかったけど、まあね、決勝でもやってないしナンバっぽいし勢いのある曲なので、アンコール一発目、やっぱりナンバトルでもアンコール一発目だったし、あの曲でもう一回エンジンかけ直す感じであの歯を選んだんですよね実は。そう、そんな感じです。やっぱり気合が入るし、見てろよっていうナンバの女を出せる曲だとは思うので、そうなんです。だからでもね、私たちの中でリハでもずっと言ってたんですけど、歯が終わった瞬間不毛が流れてくるんです一回。やばい、不毛来る不毛来るってなって、 MC っていうみんなでそういう話をします。なんかちょっと今不毛流れてんねんけどとかいう話はしてるんですけど、毎回アンコールを、アンコールのセリフを変えるっていうのはマネージャーさんと約束したので、明日何を言うか楽しみにしててください。なんか10回ぐらいやったらもう一回、1回目に回ってくるかもしれないけど、ちょっと内緒で、回し、あのレパートリーなさすぎて戻ってくるかもしれないけど、いやでもちょっと自分のね、なんだろう、煽りの練習としても、レパートリーを増やすためにも、言葉のね、毎日徹夜で歯のイントロの叫びをもっとうまく感情を込めて言えるように、これから自分の中でも練習していきたいなと思ってるので、たくさんのね
なんだろう、皆さんを行くぞっていう気持ちにさせるためにしていただけるようにできるように、そうボキャブラリー明日のは決めました。もう私そんなあのその日その瞬間にできる人じゃないので、明日の言葉はもう決めたんで。でもね、オンラインだから違う言葉にしようかなとも思ってる。そうちょっと迷ってます。2個ぐらい今用意してるんですけど、どっちかはマネージャーさんたちと相談しますはいそう事前なんか変わりましたね。こういう意味では台本とかパーって読んでたけど、今まで結構 MC とかもこうやって考えるようになったし、自然に煽りとかも考えるようになったし、なんか全部メモ帳に喋ることも書くようになったし、そういう意味では昔の自分甘かったなって思いますあ、歯の今来たから歯の話だと思っためっちゃおもろいやん公演ね、早く皆さんに生で見てほしいよ。それはね、確かにそうだよね。私も生でやりたい。直接会いたいね。そうそうそう、さださんも好きです。次世代コンサートで初めて煽りをさせていただいた曲なので、すごい思い入れのある曲。私たちウィンクは煽りの部分をアーヤンさんの あーヤンさんの感情を真似するっていうので統一してるので、いつも煽りをする人は YouTube で見てますセーター T シャツだ。あ、忘れた。あー、やばいやばい。ちょっと待って、今思い出した。どうしようどうしよう、色は決めましたよ。やばい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 、本当にやばい。どうしようどうしよう、ちょっと待って、どうしよう、待って、今月末までには頑張って決めないといけないの分かってるんだけど、本当にやばい、色しか決めてない。あー、どうしよう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 、え、どうする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 、文字にするか、なんかいっぱい食べる君が好きみたいな、文字にするか。でもこの前もここ文字になったんだよな。文字にするてか、なんか私がこうやってさ食べてる写真、食べてるさやつとかでもいいかなって思うんですよ。なんかわかる、なんかこうやって、でも写真じゃなくなったからさ、オムライスあるよね、わかる、オムライスの T シャツって可愛くないですか？私だけそう思うの。オムライスの T シャツ可愛いなって思うんですよ。しかも多分黄色だから、あ、でも黄色だったら同色がするの？これって、写真っていけるんかな？写真がいけるなら食べてる写真でもいいなと思うけど。あとはチーズの伸びてるチーズとか、よいしょか、大丈夫、いけるんや。確かに黒じゃないと変なるんかな、やったことない写真。迷うな。確かに写真ってさ、黄色で写真って浮かび上がるかな。いけるんや。そう、写真にするやったらもちろんグッドスプーンの写真ですよ。そりゃね、コラボしたいから。またでもね、私ね、この前思ったんですよ。今年1年ラビスイカブツ来てくださってる皆さんを見ると、公園でお見送り会の時にあーって分かるんですよ。でも
一番最初の黄色い生誕 T シャツだと座ってる時点でもう分かるんですよ、あ私のファンの人だって。なんかよくあのね、劇場公演って本当に公演中踊ってる時の方がファンの皆さんの顔って意外と見えてて、ライトの関係でパッて見に行くのが、黄色の方がパッて見に行くんですよ。だからなるべく黄色にしたくて、私の方の私のファンの皆さんだって、まあ、顔が覚えてる方はまあ顔でわかるんですけど、まあ、うちわとか持ってくださってる方もうちわでわかるんですけど、 T シャツしか着てなくてペンライトを振ってるとかだったらやっぱり黄色の方が見に行くんですよね。そう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 。そう、はるかもさずっとさオレンジじゃん、やっぱオレンジってめっちゃ目いくのよ、オレンジってなるから、それを見てやっぱりオレンジってなったら私やっぱ黄色だなと思って、マスクもしてるからさ顔はもちろんわかるんですけど、やっぱりうちわが今一番見えるかな、うん、だから黄色がいいよね、うん、って思っちゃった。でもデイジーにするか、デイジーっていう黄色のカラーにするか、普通のイエローにするか今ちょっと迷ってて、デイジーだったら1枚目の生誕 T シャツの色なんですけど、イエローだったらちょっと薄めの可愛い系の黄色で、普通のイエローなんですけど、どうしよっか、目立ってる、まあ目立ってるじゃない迷ってる。でもまあデイジーの方が見つけやすいんだよな、多分パキッとしてるから。そう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 、初代の黄色好き、やっぱそうだよね。私もあの T シャツ着てる方いまだに見ると、あ私のファンの皆さんかなと思っちゃうもん、あの色黄色で赤線オムライスだいけありやんな、赤いよな、黄色と赤ってば可愛いよな。どうしようかな、オムライスにする、私はチーズかオムライスやと思ってる。うーん、何がいいやろ、うーん、私のイメージ何なんやろ。それかめちゃめちゃいろんな食材に囲まれてる私でイエイみたいななんていうのあのさ、いろんなグルメに、いろんなグルメが前にあって幸せそうな私のイラストみたいな感じでもありやな。まあワンポイントでも可愛いけど、まあな、私服できることあるみんなそう、絵になると自分で描かれへんねんな、迷うな。弟に描いてもらう、難波ひなたに描いてもらうそれかもうラビグルメみたいな、ラビグルメにするか違うな、映画いっぱいあってここにちっちゃくハッシュタグラビグルメって書いとくのありやんな。もうさ生誕 T シャツ二十歳やねんやったら、なんかファッション系とかデザインとかなんか可愛いとかよりはもう出口ゆいなの T シャツですって主張強くいきたいなって今年は思ってて、なんかどんだけおしゃれに書くこともいいんですけど、多分どんだけおしゃれに書いても多分今の実力ではめちゃめちゃおしゃれになることあんまないからさもう二十歳なんで出口ですっていう T シャツにしたいんですよ私はわかる。去年はちょっとね、まあ外でパジャマ とか外で着ててもちょっと出口への主張をな小さくしてラビスリーカーブズにしたんですけど、今年は出口ですっていう T シャツにしたいなと思ってますでもなんかね、アンタンさんの T シャツとかめっちゃ好きだったんですよ私。なんかここになんかなんとか推しのみたいな、あれは好きだった、アンタンさんだって思ってたから、もう他の人が見てもあユイナのファンなんだって思っていただけるような T シャツを今年は作りたい、二十歳だし
ファッションセンス関係なく出口ですっていう、ダグルメが好きですって言いたいやりたいかな。確かに出口ですにする、もしそれか、ここに出口です、出口です、ご飯の仕事待ってますとか、出口です、食べるのが好きですとかにする。え、買うみんな買うそれっていうのもありかな。いいやん、ほんまに嫌やで、全然売れてませんよとか言われたら買うの嘘やん出口ですなら買う、ほんまに、どっちがいいじゃん、ど、え、ほんまに、え、エクセルで打つで、ほんまに出口ですって、あの明朝体でイグジットって書いたらさ、やっぱりさ、売れて売れてらっしゃるイグジットさんとさ間違えられるかもしれへんから、ちょっとさ、私金子さんにイグジットって言われてるんですよね明朝体はしんどいやろ、ゴシック体にしとく。それかここに食べてる写真、食べてるイラストか食べてる写真貼って、ここに出口です、いや、でもそうやったら面白くないよな、日本語にそうやったらもうでっかく出口ですの方が私は面白いと思うねんけど、どう思う出口、出口専用、出口専用、ありやんな、出口専用って横じゃない、二十歳ですよ私、出口です、二十歳になりましたとか、よいしょ、どうする、ちょっとあの今あの T シャツが T シャツっぽく見えるようにしてる、出口です、出口専用、出口です、食べる仕事、いや、お、食べる仕事はグルメの仕事待ってますか、なんかちょっと恥ずかしいから出口ですとかにする、出口です、本当は出口ですやったら黄色に赤が黒かな激辛グルメと昆虫はこの前やりたいって聞かれて、まあもしいただけるなら頑張りたいですと言ったけど、心の中ではマジかと思ってましたやりたいけど、いや激辛の仕事とかってさ、食べてればいいもんじゃないと思ってるんです私、なんか食べながらちゃんと辛いっていうことも伝えなきゃいけないし、でもね多分美味しいと思うんですけど辛いが勝っちゃうじゃないですか、ってなった時にどうやって食レポするかとか、あとアイドルだからさ、全私の場合さ汗かきやからさ、なんかもうあのこれでいかなあかんからさもうそう汗やばいじゃないですか、そうだからさ、そういうのとか考えた時に汗なんかさ、タンクトップでいかなあかんかなとかいっぱい考えちゃう、うん、滝やと思う、なんかお風呂上がりみたいな、いそうやから、なんかメイクしていかん方がいいのかなとか思っちゃうからさ、やろ、しかもそれさ激辛のお仕事いただけるので多分さ映像のお仕事じゃないですか、ってなったらさアイドルが前髪なくなってるの見たいですかみたいなタンクトップでやるかな多分
出口です T シャツ海外の人めっちゃ着てそう。確かに着てくれそう。それはなんか海外の人好きそうや。履いてみよう。まあ一つはイラストでしょ。まあ多分出口ですってするにしても明朝体かとかにします。エクセルで打つと思います。でママに反対されそうやな。買ってくれる人いるって。あ、キャミソールって言って。確かにキャミソールか。 今時え、タンクトップっていつまでの話。あ、書かれへん。お待ちしています。なんかネタ系に走ってんなと。出口ですか。出口ですか。出口です。グルメの仕事待ってます。お待ちしていますか。出口専用セーターTシャツ縦がいい横がいい。めっちゃいるやん。縦じゃない。出口はこちら。あー確かにあり。体操服の前傾確かに。出口専用。え、ちょっと待って、めっちゃいるやん。ちょっと投票する。いや、これになるかまだ決まってないけど、確かにグルメの仕事待ってます。長いよな。食べるのが好きですとかにする。出口です。食べるのが好きです。出口です。食いしん坊です。食いしん坊ですわ。食いしん坊です。食いしん坊です。食いしん坊です。出口です。食べ物を与えると元気になりますとか。出口です。よく食べます。出口です。食べるのが好きです。食いしん坊出口あり。クイーンじゃん。確かに。それかさ、ネタに走らずローマ字で。食いしん坊食いしん坊。え、なんて書いてんのってちゃんと読んでな。なんか、あ、食いしん坊かみたいな。なんか確かに二十歳感ないけど、ま、二十歳になる出口ゆいなの今の等身大を T シャツに表すみたいなネタもありつつグルメもあるみたいな。出口です。いや出口です。なんかちょっともう芸人さんのオンラインショップになっちゃうな。出口です。かっこ20歳。ありがあり。めっちゃどうしようかな。めっちゃ迷うな。でも文章でもありって書く
なったんか今のこの時点で。イラストにするんやったらグルメに囲まれてるイラストにしますね。英文でかっこよく食いしん坊にしてもありかなと思ってます、正直。でもね、後ろにさ出口いいな20って書いてあるからさ、まあそれは後ろ見たら20歳ってわかるちゃわかるんだよね。どうしようかな迷うな。出口専用か、確かにこの配信終わらんな。出口専用出口専用矢印みたい、いや私みたいな何やろよ確かにこれオンラインショップで並んだ時びっくりする。でもオンラインショップで並んだ時に出口ですよ T シャツあったさ、一回開かへんそんなことないみんな一回開かん、そんなことないんかな。私は開くで、一回出口ですって書いてたら、あ、何これって一回開く開くよな、うちは開くな、カートに入れるかどうかは別として一回開くよな EXITでもありやんな。いやー確かに EXIT、 いやそっち狙う EXIT さん、いやそんなあかん、自分の力で T シャツゲットしてもらいたいです私は。いやそんなこと言って EXIT にしてたらめっちゃおもろいねんけど、 EXIT かっこゆいなって書いておく。いやどうしようかな、うん、デグジット、吉本の吉本オンラインショップで販売してもらう、まあ、ありがたいけど。え、じゃあもうさ、え、じゃあ出口もうさ決定じゃないけど、出口ですやったらさ横ですか縦ですか。多分出口専用は横やと思うねん私的にね。出口ですやったら真ん中に出口ですか、なんかグルメのお仕事待ってますとかやったら出口ですグルメのお仕事待ってますとかにはすると思う。でもこれやったらさ縦、あ多いな縦、横もいるけど縦か、じゃあ縦にしますね。じゃあ横の時はこれだと思います。はい、これ一回ちょっとパタン級で、確かにイラストつけない、確かにな。じゃあ縦にしますね、出口ですの場合はね。ほんまに出口ですになる私もしかして。いやマリの生誕 T シャツとかいつも可愛いなと思うね私。でもなやっぱ自分の個性出していきたいよなそう確かに、あなんかついたEXIT やったらさ海外のファンの皆さんも意味がわかるじゃないですか、海外で来てても何人かの方はやっぱり海外からオンラインお話し会来てくれたりするから、その方が外で来てた時にわお EXIT ってなるかもしれんけど、生誕 T シャツでやっぱり可愛い可愛くないで買うんじゃなくて、ファンの皆さんがいつもゲットしてくれるから、やっぱりファン出口のファンですって自信を持って着れる T シャツにしたい皆さん恥ずかしくて着れないとかやめてくださいね本当に
そしたらもうイラストにしますから、私その時はちゃんと言ってくださいイラストにするんで恥ずかしくて切れないよってなるんだったらイラストにするので言ってください普段の確かに出口ですよと普段のあじゃあ、うん、確かに、じゃあ出口です、出口専用やったら出口ですか、どうなんやろ。出口ですやったらさ、やっぱこの後にこれつけた方がいいんかな。そう、私優柔不断なんですどっちの方がいいやろ。出口専用多いな。明日の MC でみんなに聞こうそれは楽屋で聞くよ、楽屋で聞くよみんなにあ、確かに出口ですか、出口専用やったら出口専用やけど、出口ですなんとかなんとかですだったらこうですよね絶対とも思っちゃう。出口専用も確かに私は好き。じゃこれとこれだけだったら出口専用、これアンケート機能使えばいいんか。いやでもいっぱい投げれるんやったっけ、これアンケート機能使う、私毎年生誕前これやってる気がする、アンケート機能使ってる気がする。ショールームちょっとで終わるんじゃなかったん、自分今日は早く寝るとか言ってたのに。出口ですの方がいいかな、確かに。こまた投げそう、もうすぐ1時間マジで、あーやだー、もうびっくりびっくらぽん。あでもまあちょっとなんとなく皆さんがイラストじゃなくて文字でも結構乗り気っていうかゲットするよって言ってくださったので少しちょっと安心はしてます。イラストだったら自分でポンコツな絵描くか誰かに頼むところだったので、はい、なんだかんだですねえ、じゃあ例えばですよ、最後にもう一回聞いていいですか。ここにさ出口です、例えばグルメの仕事待ってますにするじゃないですか、こうやってね、出口ですグルメの仕事待ってます、その周りに、まあ、例えばこれが明朝体だとするじゃないですか、かっこよく出口です食べるのが好きですとか書いてたりするじゃないですか、その周りにおにぎりとかハッシュタグラビグルメとかチーズのイラストとかそういうのはつけない方がいいんですかね、シンプルに文字だけの方が主張はあるんですかね、どう思いますか明朝体はちょっとあの最近ちょっと明朝体のせいで私嫌なことがありましてなのであのそういう明朝体にこだわってます。文字だけでいい、 OK。 それか出口です、丸のところをおにぎりにしとくとかにしとこうかな、文字だけにしよう、じゃあ文字だけにします。ちょっと明朝体のトラウマがありまして最近明朝体のせいでこすおととし、おとといぐらいちょっと号泣しましてじゃあ文字だけにします、よし終わります終わります皆さんすいません、ちょっとだと思って来てくださった皆さんすいません、長くてすいません、本当に長い時間お付き合いいただきありがとうございますそう最近ねワードからあのフォームに直すときにあのね明朝体とかをたまに使うと明朝体に反映されないときとかがあって、まあ、しょうがないらしいんですけど、それは設定上、それでちょっと最近大学の課題でパニクってしまいましてそうもう笑い話ですけど、いや笑い話でもないんだけどなはい、ではもうちょっと長々としちゃったので、そうそうランキングを見たいと思いますはい、13位、アウアウマットモング、なん
読めてるかな。モングコルワングサクル、え、これ昨日お話会を来てくださってた方かな。ありがとうございます。はじめましてです、あの壇上が。ありがとうございます。13位の方私読み方合ってるかな。いやでもこの方わあ、え、ラブユーフロムタイ、タイ、うそー、タイ料理大好き。最近 パクチー食べれるようになりました。私アイラブパクチーになりました。パクチーってタイかな。アイラブパクチーになりました。フォー、アイラブフォーです昨日お話会来てくれた気がする。ありがとうございます。見に来てくださってすいません、読めなくて。もっと英語勉強します。12位、緑エナジードリンクの人、あーモンスター。今冷蔵庫の中にホワイトのエナジードリンクが入ってます。弟が多分テストなので立ち合い飲むんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます緑のエナジードリンク、またお話会来てください。11位、ほなかちゃん。ほなかちゃん今日言ってたの知ってますよ私はぜひ私のお話会も追加できてね。待ってるからね。またワイワイしましょう。あ、フォーは違う、ベトナムね、すいませんジュイ、みーちょさん。あ、みーちょさん、あれ本送ってくれたみーちょさんやんな。合ってます、あの本か、何だっけ、もう忘れちゃったありがとうみーちょさん、また来てね、久しぶりだね。またみーちょさんのさ、アイコンってこれ誰かが書いたのかな。すごいいつも目にあの止まるアイコンありがとう。9位、ナン、あ、ナンさん久しぶり、ナンさんだ、ありがとうございます。めっちゃ久しぶりな気がします。ありがとうございます、また来てね。ナンさん久しぶりじゃない、そんなことないかな、ずっと久しぶりな気がする。ありがとうございます、また来てください8位、ボスさん。ボスさん、あれお話が全然昨日喋れなかったから全然会えてない気分だまた次のお話会めちゃめちゃ待ってるので喋りましょう7位かはよれ、あ、今日いっぱいコメントしてくださってありがとうございます。もう見てました。やっぱカフェオレすごいさ、あの目に留まる、カフェオレみたいな感じすごいいい6位、しんのすけさん。お、しんのすけさんありがとうございます。もう次のシングルもめっちゃお話できること、めちゃめちゃ楽しみにしてるので、ぜひいっぱいお話ししましょうありがとうございます。しんのすけさんのやつよく見た、あ、これマイクか、スプーンだと思った。やばい、マイクがスプーンに見える現象になってきましたね5位、ガンズン。ガンズン、いや、あの時間教えてくれてたのにこんなに長引いてしまいました、ありがとうございます。アイコン変わってる、変わったの、これバナナになったオンラインお話し会、私へのおすすめ、コンビニ、新電信か生誕 T シャツですぜひ。4位、白、あー白、次のお話し会で、やっぱ昨日お話し会してやっぱりお話しできなかった方とはもっとやっぱお話ししたいなって思ったので、次楽しみにしてます。7月待ち遠しいけど、ありがとう3位、トゲさん。お、トゲさん最近ちょっとお忙しそうですけど体にだけは気をつけてください。ぜひ最高の終わりもいつかするのでまた頑張ります。2位、リクタスさん。リクタスさん、あ、でもあれだよね、仕事でドローンしちゃったのかな。いやー、お仕事頑張ってください。今から届いてないかもしれないですけど応援してます。はい、て1位、これふたばって読むの、ふたばじゅいちゃん。じゅいちゃんは最近ちょっと浮気してるので私からでも1位は久しぶりに1位見れて嬉しいです、ありがとうございます。初めましてではないと思うんですけど最近ちょっとあの寂しいのでちょっとだけでもいいので構ってください、出口にも。1位ありがとうございます、ありがとういっぱいはい、ということで皆さん、長い間少ししかしないって言ってたのにめちゃめちゃ長い間してしまって本当にすいませんでした。でもおかげさまで生誕 T シャツの案が、あのこう言ってたものがガーンとこっちに向いてこっち寄りになってきたので、ちょっとまあでもね、
方向性が見えてすごく嬉しかったです。明日からもぜひ月曜日頑張りましょう。明日はね公演があるんですけど、その朝のツイートではちょっとウィンクの動画がまさかまさかの4本ぐらい溜まっているので1本でも上げれたらなと思っております。それではまた明日の公演ぜひ見てください。